道の駅たぎりの里松茸じゃん、うん、まあめっちゃ牛乳濃厚道の駅花の里飯島行き馬肉そばうまかのシナノゴールドアップルパイにするジョレブルーベリーチーズ信州リンゴにするここがキャンプ場ですねもうちょいもうちょいすごいめっちゃ綺麗はいじゃあ陣馬形山さんありがとうございましたキャンプ場もあったんですけども、まあ、結構立派なキャンプ場でねトイレも綺麗そうなトイレがあったりして私たちはちょっとキャンプ場を利用しないんでトイレも利用しませんでしたけどもキャンプ場としてなんかすごいあここなら行ってみたいなと思うようなところでしたねであの標高 1400m でキャンプ非常に良さそうなところでしたということで次の目的地向かいます道の駅豊岡マルシェというところに行きますこちらもまだ数年前にできたばっかりの新しい道の駅でちょっとね調べたら今年は松茸が豊作で松茸ご飯がなんか人気があるということらしいのでそこに行ってお昼ご飯の松茸ご飯を買いたいなというそういう作戦みきちゃんピッチゴーみきちゃんは昨日疲れたのでもう歩きたくないんでちゅちょっとあっちも痛いんでちゅはい正面に見えてますねあーほんとだこれ右にも駐車場がある左はどうだろう空いてる空いてる空いてるね、うん、あ大型車だ右は大型車小型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 ちょっとずれたなはい到着ですここが道の駅豊岡マルシェでございます道の駅豊橋に似てます似てる、ね 道の駅豊橋はこちらの動画でご覧ください道の駅豊岡マルシェについております長野県豊岡村にある道の駅でご覧の通りめちゃめちゃ広いめちゃめちゃ広いご覧の通り広いです2018年の4月にオープンしたばっかでだからまだ3年ちょっとぐらいしか経ってないすごい新しい道の駅です向こうに見えるのが豊岡旅時間というサイクリストのための施設サイクリストってわかるかな自転車をスポーツとして楽しむ人のための施設で自転車を売ってもいるし修理もするしすごいねプロの有名な方がいらっしゃるらしい、まあ、ちょっと自分はわかんないですけどもなんかいろいろ相談乗ってくれるようなそういうサイクリストのためのお店があるらしいですはいでソララとキララがあってソララはキッチンお食事ができるところですねでキララはパンとジェラートのお店だそうです四季菜市場という野菜など現地の特産物みたいなのが売ってるところがあってその向こうにもスーパーがあるねあれね本当に豊橋みたいだね、うん、そうだねああちょっと行ってみましょうどんな感じでいいのかな映えするんだね映えスポットもあります、はい、あなたの背中にも空飛ぶ翼をレポーター交代いたします、はい、じゃあこのスーパーみたいな四季菜市場四季菜市場とスーパーは中でつながってるのかなつながってるねうんそうだねとあここはクララあ本当だ惣菜クララ、まあ、多分こっちはスーパーだから、まあうん、本当一般的なスーパーだよ ね, そうですねここが、まあ、お野菜売ってるあたりで、うん、何これあキッチンソララのものがここにあるんだんマリトッツォ今流行りのマリトッツォイチジクロへえ美味しそううまそうやなねえタコライス食べたかったなあでもこれ松茸入りだってあ本当だあうまそうやな腹減ってるし何、うん、か買わなきゃいけないしな、ね、松茸ご飯の予定なんですけどなくないないよね普通のお惣菜だもんねここはね今見て分かる通り、うん、スーパーですスーパーで200円1個100円は安いんじゃないの3個200円甘酸っぱいあ余剤出てくるなこれなリンゴプリンうまそうあここあそうそうそうパン屋さんかあここはパン屋さん、はい、入れましたねそのままねおほぼほぼ売り切れてる ねうまそうやな、ね、全部うまそうやなそう昼過ぎなのであらかた売れてたねなんか上も展望できるのかなああなるほどなるほど観光センターみたいな感じかなそうですね、はい、ここがキッチンソララでビーフカレー1450円洋風ランチプロトそば食いたいなこれなうまそうだなあ川があるなるほどこっちで南アルプスを見ろという話やな木々で隠れてるけどそうだねちょっとあの木邪魔やなね展望はここちょっと展望はね、うん、すいませんイマイチでしたそうですイマイチでした、はいはい、何もないしなテーブルとかあればいいのにね、うん、あストリートピアノストリートピアノですハラミちゃんお願いします、ね、お願いしますはいということで何を買ったんですか松茸入りのビーフドリア信州リンゴプリンということで道の駅豊岡マルシェでしたはいじゃあ次行きましょうはいおーおーはい道の駅豊岡マルシェありがとうございましたありがとうございましたはいとても素晴らしい道の駅でした
はい、ということで次はですねさらに南下いたします。はい、次は道の駅ではなくてですね森の駅森の駅ネバーランドというところに行きます。そこでねたい焼きが美味しそうな情報があるのでそこに行ってたい焼きを買いに行こうと思います。ひたすら今日は食べ続けます。ここからねちょっと離れてる46キロ、1時間3分かかります。結構あるね。で到着予定14時30分。ちょっとね南信州のこの平野部よりもちょっとねやっぱりね山の中に入っちゃいますね。ちょっと山間部のところに行ってみたいと思います。長野県を南にどんどん下っていきます。長野と愛知と岐阜の県境ぐらいのところですね。ということで行ってみます。ネバ村に入りました。あ、だからネバーランドなんか。ネバ村だからネバーランドなこれ。ネバ村って言うんだ。敵地は広いです。ネバーランド。おお、広いね。お、たい焼きカフェの目の前に止めようかな、じゃあ。営業中。はい、到着です。森の駅ネバーランドに行きました。ここはさっき気づいたんですけどもネバ村にありました。だからネバーランドらしいです。駐車場はこんな風になっていて目の前がたい焼きカフェ、営業中となってます、うん、あちらに定食屋さんもあるらしいですね、うん、でそれからその奥に芝生広場があるらしいのでちょっと行ってみましょう。ピッキーちゃん今日は昨日歩きすぎてちょっと疲れてるらしいので、まあでも芝生広場だったら歩く。なんだろうこれ、面白いね。何これアスレチックみたいな座れるらしい。おお、ギシギシ言う。おっさんがブランコ乗ってますここ芝生広場だけどなんかここ歩きたいですね、うん、団体で来てここで何か発表会みたいなこともやるんだろうか。おお、なんかステージみたいだね。ね、ステージみたいだね、うん、よし、ミキちゃんあっちにさ、クマとタヌキがいるから見に行く ヒヨコとかクマとか、あ、リスだね。魚、カエルなどがいます。おー、なんか広い芝生広場だね、うん、ミキちゃん帰るって逃げ足だけは早いミキちゃんこの帰る時の素早さ、うん、はい、売店です。ほら、シカマンだって食べてみたい。食べてみたい。あ、キャンプができるのかな。あで、まあ、うん、売店だね、普通。そうですね、うん、あ、あった。でかっ、300円。シカマン一つください。はい。暑いですよ。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。あとは売店はね、うん、一般的な道の駅のようなですね。そうですね、あっちにたい焼きカフェがあるんだよね。何たい焼きがいい？めっちゃいろいろあるよ。粒あんプリン、あんなし、伸びるモッツァレラベーコンたい焼き。あんなしってのはたい焼きのたいだけ？そう、変わらない。私はですね、普通に粒あんとプリン、はい、じゃあ私、モッツァレラベーコンにしようかな。はい、ミキちゃんは散歩して、おやつも食べました。お水も飲みました。ゆっくりしてます。ということで、やっと飯にします。今もう14時40分ぐらいかな。腹も超減ったので、食べれるものから食べます。はい、まず鹿まん。昨日今日でね、鹿何頭見たかな主に道の真ん中でね、いっぱい見たあの鹿ですね。いただきます。普通鹿だからどうっていう、そういう感じではない。普通の美味しい肉まんで、結構でかいし、うん、柔らかいし、コンビニの特製肉まんの味がする。すごい高かったらやめようかなと思ったけど、300円でこの大きさならいいよね。はい、では道の駅豊岡マルシェで買ってきた松茸入りのビーフドリアです。今レンジで温めたのでいただきましょう。いただきま、うん、あ、ほんのり松茸の匂いがする。わからないなんかする気がする。気がするんでしょ。匂ってるとほんのり松茸のお吸い物の匂いがしてくる松茸の匂いではなくて、長谷園の松茸のお吸い物の匂いがするってことですね。まあ我々はね、松茸の匂いというのはあまりわからないので、長谷園のお吸い物の匂いはわかるので、それのような匂いがするってことですね。だしにね、使ってるかもしれないおいしいよ、でも、うん、美味しいよ、とても美味しいです、うん、松茸かどうかはちょっとわからない、うん、さっきの鹿肉と一緒はね、美味しい、とても美味しいんだけども、果たしてそれが鹿なのか、それとも松茸なのかはわからないと、うん、よいしょ。たい焼きを注文していたので、粒あん、プリン、ベーコン、今取ってきました。私はまずベーコンを食べてみます。というのは、今これベーコン焼きたて熱々なんですが、あ、伸びるの？さっき言っちゃったよいくよあ、
ほらほら伸びる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 、すごい。どうやって食べよう。たい焼きはどこから食べますか、頭から食べるか尻尾から食べるかとか言うけどさ、たい焼きはお腹から食べると一番美味しいよね。え、横にして食うってこと、こうやって割るってこと、うん、割って食べたら一番美味しいじゃん。まあ頭から食べるよね。それはなぜかというと尻尾にはだいたい具が入ってないので持ちやすい。別に頭から食いたいとか尻尾から食いたいというわけではない、持ちやすいから尻尾を持ったら頭から食っちゃったみたいな。頭から食うっていうのはそういう理由があるんだけど、尻尾から食う理由は何だろうね。なんだろうね、頭から食べるのがかわいそうなのかもしれない。どうせ食うんでしょう。人主にいた方がいいんじゃないか。最後だって頭だけ残ってるんでしょ、その時意識があったらどうするの。ということでドリアごちそうさました。たい焼きです。頭からいっちゃってんですか。おう、腹の皮薄、あんがいっぱい詰まってる。さっき尻尾には具が入ってないから尻尾持ってたけど、尻尾までぎっしりだった。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。南信州の道の駅4つ回ってきました。はい、それぞれ個性的で楽しかったです、私は。そうですね。はい、いい時間になりましたので、岐阜に帰ります。動画はここまでとなりますが、ゆっくり安全運転で帰ります。以上、愛犬と楽しくお出かけチャンネルでした。はい、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。この子はですね、昨日歩いたので、今日はもうグロッキーです。ミッキー、グロッキー。